このタイミングなら体を沈めるのを防ぐことができます。それでは行きましょう。どうもセリカです。今回の動画はクロールの息継ぎに関しての詳しい動画をご紹介していきます。よく皆さんありがちなのは、息継ぎをした時に体が沈んでしまうや腕が沈んでしまうなどの悩みを抱えている方多くいらっしゃいますが、それを息継ぎのタイミング、顔を横に向けるタイミングを工夫することで防ぐことができます。その方法をご紹介していきます。まず前半は水中での動画をご紹介していって、後半では水上からの映像でご紹介していきます。それではまず水中からの映像でご覧ください。結構息継ぎのタイミング、細かく見るといろんな特徴があります。その特徴を詳しくご紹介していきますので、最後までご覧ください。それではスローで見ていきましょう。はい、通常だとね、皆さん単純にもう言うと、手をかき始めで顔を横に向けて、で手を入水すると同時に顔をまた元に戻すっていうね、一番シンプルな方法で教わってる方が多いのではないかなと思いますが、ちょっと今回は、上級者がよくやるような息継ぎですね。私はもうこの息継ぎでずっと生きてきましたっていう息継ぎなんですけど、はい、ではよくご覧ください。次で息継ぎします。まず一つ目のポイントとしては、書き始めでは顔を横に向けません。で、大体私は顔を横に向けるのはキャッチの後です。で、入水する前に顔を下に向けます。では横からの映像でご覧ください。はい、これ結構早いですね。次でスローで見ていきます。はい、ではスローで見ていきましょう。ポイントはね、一緒に横向かないことですね。そのローリングとの関係性もあるんですけど、やっぱりその顔を横に向ける、息継ぎの時に顔を横に向けてパッてねやるのって、結構バランスが崩れる動きでもあるんですね。だからバランスがそこで崩れちゃうから、手とかその伸ばしてる方の手とか支えられなくなって下に落ちてしまう、沈んでしまうっていう方が多いんですけど、それをねローリングで直す方法もあるんですけど、息継ぎのタイミングでもそれを防ぐことができるんじゃないかなと思って、今回ちょっと動画にしてみました。はい、この時ですね、今呼吸をねする寸前なんですけど、キャッチが終わってんの分かりますかね。キャッチが今終わった状態の手の位置なんですよ。書き始めで頭の向きはまず横向いてないっていうのが伝わったと思います。この時は私はまだ下を向いた状態ですね。はい、ちなみにまだ鼻から息も出していません。吐いてもいない状態です。ここから一気に私は吐いていきます。はい、次ここですね。今キャッチがまだ終わった時点ですね。で、軽く横向き始めてるの分かりますかね。ここから私は横を向く準備を始めていきます。で、ちなみに、鼻から吐き始めてますね。ここで私は一気に吐いていきます。で、また吸うっていう感じですね。で、反対の手、今伸ばしてる方の手も結構まだ水面近くにあるんですけど、やっぱりその吐き始めで一緒に頭を横に向けないことによって手が沈むのを防いでくれます。はい、そして今顔は横に向きました。もう今プッシュがこれから始まるっていう時点ですね。キャッチプルが終わって、これからプッシュですね。はい、で、今ここで横向いてるので推進力があるんですよ。キャッチの時点で推進力が生まれます。で、プルが終わってプッシュっていって、そのキャッチの推進力をどんどん生かしていくっていう形なんですけど、やっぱそのキャッチの推進力を生かせてるから反対の手全く沈んでないんですよ。で、ここからちょっと推進力がどんどんねビューって落ちていくんで、書き始めの瞬間でもあるんで、体がねどんどん沈んでいって、反対の手ももうこれ今キャッチを始めようとしてる部分なんですけど、はい、で今リカバリーをして、これから手が入水するっていう直前ですね。ここでもう頭を中に入れています。
頭よりも手の動きを先にすることによって、そのリカバリーのね、腕の動きが良くなります。頭が先導してくれてるので、なるべく早くリカバリーは済ませたい。まあ、できるだけね、その水中にいる時間っていうのを長くしたいので、息継ぎが終わったら手の入水よりも早く頭を入れる。ここですね。はい、このポイントが重要になってきます。このちょっとしたタイミングをずらしていくだけで、結構体の息継ぎでの沈み、反対の手がどうしても沈んでしまうっていうのも防げることができるので、ぜひやってみてください。次の映像は上から見ていきます。陸上から息継ぎを見ていってどういう動きをしているのか、詳しく見ていきます。はい、では陸上から見ていきましょう。これがまず通常のスピードになります。次でゆっくりで見ていきます。速いとね、なかなか捉えられないですね。私でも速くてどのタイミングでやってんのかわかんないですね。はい、ではスローで見ていきましょう。先ほどと同じように、やっぱりキャッチが終わってから横を向くと、そのキャッチで生まれた推進力を使って体を前に進めてるので、なかなか沈みにくいんですよ。その時にやっぱり顔をね、一瞬パッて横に向ける、その一瞬だけ推進力っていうか、なんていうかな、沈みやすくなってしまう体勢になるので、できるだけその時間を減らすためにも、キャッチの後に顔を横に向けてください。で、リカバリーが終わる直前に頭を戻す。こうすることで体の沈みを少しでも抑えることができますので、ぜひやってみてください。もうこれだけでもね、結構泳ぎ変わってくると思いますね。特に息継ぎが本当に楽になると思います。デメリットとしては、息継ぎが本当に一瞬で済んでしまいますので、呼吸法がね、なかなかうまくまだ習得できてない、吐ききれていないという方は、これがもしかしたら合わないかもしれないので、呼吸法の動画も私以前上げていますので、まあ、そちらを練習するもよしですが、ちょっと自分には合わないなと感じるのであれば、いつも通り息継ぎをしていただければいいです。これは結構ね、上級者向けの息継ぎの方法なので、上級者の人がよくやってる細かい息継ぎのタイミングのズレですね、はい、でのご紹介なので、無理してやる必要はないです。まず呼吸がしっかりできることが第一優先なので、うまく息がこれでね、吸えないわっていうのはもうやめてください。速攻やめてください。はい、ということで、以上がクロールの息継ぎの上級者がよくやるタイミングのズレでした。ご理解いただけましたでしょうか。まあ、ちょっとした工夫なのでね、取り入れやすいとは思いますが、自分に合わないなと思ったら速攻でやめてください。ということで、本日の動画は以上になります。今日の動画がいいなと思った方は、ぜひチャンネル登録と高評価ボタンのクリックをお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。